はい、ミシンチャンネルのミシンです。てなわけで今回もポケモンバイオレットやっていきましょう。で、今回どこにいるかというと、こちらベイクタウンでございます。ベイクタウン、まあ、前回は雪山にいましたが、今回は南の方の、まあ、それこそ家の近くだよね。家この辺だもんね。どこだっけ、あ、だった。家がここなので、まあ割と近いんだけど遠い場所っていうところでございます。なかなか来るのが難しいよね。で、このジムはエスパージムでございます。ベイクジムリップ、別名超マジックマキアージュ、エスパータイプの使い手、ジムリーダーの中でも上位の強さ、コスメブランドを展開しており、自らモデルとして活躍す、全てで一流を目指す。彼女は勝負でも手を抜かない。なるほどね。なんかね、パッと見のさ、この写真だけ見るとさ、あの、この、なんていうの、あの、アップにしてない状態のこの写真で見ると結構年の、なんていうんだろう、まあおばちゃんかなと思ったら意外と若そうな女の子なの、女の子というか女性なのよね。まあ、今回この街に来たんですが、ベイクタウン。まだあんまり中は探索してないんですよね。まあまあまあ、一体どこにジムがあるのやら。なんかほんとタイル張りの、なんか街だね、ここ。なんで、何あれ、倉庫。なんか倉庫がありますね。それ入れないか。あ、なんか落ちてる。拾っとこう。金の玉。金の玉が落ちていた。こっちは裏手。あ、あった。これか。じゃあ今回、入る前に、またなんか落ちてるの見つけちゃった。本当にね、あんまり散策してないのがわかるでしょ。はい。あ、で、今回、また忘れるところでした。手持ち、こんな感じでございます。アップル、姉さん、ブラン、カルー、姫、ニャンタロウ、この6匹で行きたいと思います。アップル久々だね。で、姉さんは初めてかな、もしかしたら。ちゃんとこの手持ちのでジム戦で使われる、使うのはで、ブランとカルーは前回から引き続きといった感じでございます。で、姫が、入っております。じゃあ入りますよ。7個目か。おお、メモさん聞いたよ。ジムマッチ6つおめでとう。誰に聞いたんですか、ハソクさんすかそこまでバッジ集められるのを挑戦者の1割もいないんだよ。さすが私が見込んだポケモントレーナーだ。おー、ありがとう。ううん、俺言わなきゃなのは私の方。そうだ、ジムに挑む前にウォーミングアップはどうかな。いつものあれやっときますか。うん、俺が何も言う前にちゃんと主人公はうなずいちゃったよそっか、ジム2つぶりか。5個目のチャンプルジムの後にやった後だから、割と早いな今回は。アンジャカパーン、ここで戦うよ。どこここバトルコートはこんな感じか。ふむふむ、要チェックだね。ポケモンの足の踏ん張りとかにちょっぴり影響あるかもでしょ。強引に連れてきちゃったけど、ジム前の準備運動ってことで。ミシン、実りある勝負をしよう。頑張るか。レベルどんぐらいなんだろう。さ、前回がだって40くらいだったもんな。ルガルガン、まあ、いつも通りだな。6つのバッジ、その実力見せてもらいましょうかね。おお、本当に拮抗してきたな、レベルが。ルガルガンレベル42。まあ、アップルは草タイプなんでね。げー、砂かけはやめてー。命中下げられたのにね、 G の力なんか中二心をちょっとくすぐられるよね。痛いのもらっちゃったな。お返しさせてもらうからね。とりあえずルガルガンお返しできないけどね。しゃあ、お、何を超える？おお、ドラゴンダイブ。また強そうな技を。ドラゴンダイブってどうなんだったっけ。おお、ひるませられるんだ。ただ命中低いな。竜の波動の方がいい気はするけど、でも V
物理なんだよな、こっち。当たればいいなーって覚えさせるのはありか？アシッドボムよりもうちょい強い毒は覚えられたらいいんだけどね。ヘドロ爆弾はさすがに覚えんやろうな。さすがにリンゴやし。リンゴがヘドロ出すのはちょっとまずいやな。あ、ヌメルか。ドラゴンのまま行ってもいいんだけど、どうすっかな。いや、姉さんに行ってもらおう。姉さん、出番です。ネイルか。こっちは踏みつけだ。姉さんの踏みつけ。合流の波動。痛いな。パワーウィップの方が効くか。あ、当たんねえ。ああ違う、装飾やべえ。このヌメール装飾だと。まあ竜の波動は特殊だから大丈夫だけど、ってことは姉さん踏みつけることしかできない。まずいな、ミスったな。危ねえ、姉さん踏みつけて。オッケー、危ねえ。パーモットになったの、ついに。パーモットから電気格闘だから、ゴーストなら格闘系の技は当たらんはず。じゃあ電気系の技ってなんだ。さあ狩る。素手 VS 両手剣。これは悪い勝負だね。ゲー、電磁波、先行電磁波は強いぜ。じゃあ何が何でも倒すよ、その代わり。うわ、耐えられた。急所でも何が起こるかわからない、だから勝負は面白いの。急所の時のセリフかな。辻斬りだ。いけー、けい。めっちゃ急所当たるね。OK。 ウェーニバルか。ウェーニバルにはじゃあ姫で行ってみるか。たまには姫も。姫様よろしくお願いします。麗しい。ギリギリの攻防ゾクゾクする。最後までわかんないよ。こちらが世にも珍しい踊る鳥でございます。じゃあこちらも舞でお相手いたしましょう。ここからが楽しいの。光ってテラスタルオーブ。最近テラスタルしてないな、そういえば。さあ世にもさらに珍しい光る踊り鳥です。踊り鳥だよな。調子の高い踊り鳥になっちゃったもんな、ウェイニバル。はい、でもこちらの前の方が強かったでございます。はい、まずましたー。お、なんだなんだ、ブランさん。嫌な音か。まあとりあえず今はいいかな。なんか補助技ばっかりだな、このレベル帯。ほう、やっぱり君こそが。なんだろう、なんすか。意味深や。この勝負私の負け。すっごく強くなってる。うん、いいね。もうそろそろだね。ミシンもポケモンも体温まって準備万端だ。勝負のお礼にこれどうぞ。万端の薬。ありがとうございます。チャンピオンクラスランクまでもう少し。残り2つ頑張って。受付まで送ってくね。ちなみに回復はしてくれてます。これで回復されてなかったらそれはそれで悲しいんですけど。ああ、よかったよかった。まあこのままで大丈夫だよね。まあネモのレベルがあれぐらいだったし、まあよっぽどのことがない限り大丈夫でしょう。ようこそベイクジムへ。挑戦者のお名前を登録します。
ミシンさんですね。当ジムリーダーリップと勝負するにはジムテストをクリアする必要があります。ベイクジムのジムテストはエクササイズです。あ、ジムリーダーリップが発明した強楽エクササイズ、愛はないんだね。最後まで成し遂げれば合格です。詳しいルールは当ジムを出て左手にあるエクササイズ会場の黒いジャージの女性にお聞きください。それでは行ってらっしゃい。エクササイズ何するのどういうこと。ジムを出て左手、ジムを出て左手、あ、こっちか。あ、なんか見覚えのある後ろ姿ですね先生ですよねやっぱり黒いジャージの女性ようこそ転入生喜怒強楽エクササイズ会場へ。何やってんすか先生。なんでバトル家の木原先生がジムのインストラクターをしてるかって。ジムリーダーリップと私は子供の頃からの付き合いでね、負けた方が勝った方の言うことを聞くっていうルールでポケモン勝負して、それでゴニョゴニョあ、まあ体作りにもなるし、授業がない時に手伝っているんだよ。絶対やらされてますよねまあ先生確実に手持ち格闘多そうだからなエスパー相手にはちょっと分が悪い気はエクササイズのルールは簡単、私が手本を見せるから同じ動きをするように。それではジムテストを始めるぞ。心と体の準備はいいか。はい、頑張ります。それではレッツエクササイズ、感情を爆発させてくれ。まあ先生楽しそうならいいんですけどねあ、チャーリムがなんかやってくれるのかな。あのアップルエクササイズできないよね、飛んでるしどういう操作めっちゃなんか喧嘩が始まりそう。喜び、あー、そういう感じ。めいっぱい喜べこれ何回でもやっていいの驚き、エクササイズを楽しんで驚いて、もう一回これエクササイズかな、にっこり、さらに喜ぶ。アプリも意外と喜んでる。びっくり仰天、まだ怒りがないぞ。楽しむ、チャレム、それ楽しんでる体横に言ってるだけなんだけど。あ、一回も怒るなかった。なんで怒らないんだ。最高に素晴らしい、完璧な表現力ににっこり笑顔だ。体も温まってきたことだし、続いてはポケモン勝負で筋肉を追い込むぞエスパーのジムなのにいつもの戦いより大きく動いて理想のボディを目指しましょう。あの、先生なんすかジムトレーダーのナナコ、はあ、なんか私服の女の子って珍しいかもね、学生じゃない。さあ勝負だ。お見通し、達人の帯ですよ持ち物は。おお、レベル43、割とガチで高いやん。ほんとちょうどいい順番っぽいね今のところ。なんかあんまり極端に順番間違えてないかな、レベル的には。不意打ち一発じゃさすがに倒せねえか、レベル43にもなると。あ、やべ、嘘泣き、嫌なことするな。これは先制取れるか。 OK、 こっち見るし、撃破。キルリアも出てくるのか。毒あるけど、
あここは交代するか。カルキルリアだからフェアリー技持ってるだろうしな。トレースもらい火、これで炎が効かなくなった。まあ仕方ない、シャドウクロだ。オッケー、マジでレベル上がってきたな。おお、レベルも上がるね。おお、泣かしてしまった。あなたもポケモンもパーフェクトなボディ、ボディです、ボディよし、ポケモンも筋肉も嬉しくて躍動しているな。疲れてきたけどもう少しエクササイズ後半に突入だ。あ、まだ後半があるんですか。あ、だく、確かにまだ怒りマークなかったのか。思いっきり驚く、驚くみんな早いな反応するの。はい、またすごいね、後ろの人めっちゃ速くない？言われた瞬間できてるね、みんな早すぎお、怒るぜ。怒るっていうかやっぱファイティングポーズだよ。怒り顔だけだったらエクササイズにならないのか楽しさってそのポーズ合ってんのかな楽しいのか本当に。びっくり、まあびっくりはまだわかるんだな。プンスカ、アプリのプンスカリンゴの状態なんだ。まあまあまあ喜びもこのポーズ、まあまあわからんでもない。日々の怒りを思い出せ。そんな常に怒ってないっすよ雨降り出したっすよ先生先生、あの屋内でやりませんかあ、雨結構強いっす。パーフェクト、どっちが先生かわからなくなるところだったぞ。ポケモン勝負でもう一踏ん張り、乳酸に打ち勝ち限界を目指すぞ乳酸疲れてきた時が一番筋肉が成長するのです。なんで考え方は脳筋なのエスパーなのに使ってるのルービッカー、もうちょいシェイプアップした方がいい気がするけど、どう思う不意打ち、うわー、本当にちょっと足りねえ。サイコショック、いてー、アシットボム溶けろ。チャーレムか、うち飛行タイプいないんだよね本当まあ一応ね、ファイアローの前はいるんですけど、最近手持ちに入れてないけど、マジで飛行タイプというのがいないんですよね。アップルがワンチャン飛行技覚えられるとは思うんだけど、覚えさせてないからな。どうしたもんか、姉さんに任すか。姉さん格闘でもおかしくないのに格闘ないんだよな。草単体なんだよね単体ケイ、どっちの蹴りが強いか勝負しようぜ。トロピカルキーク、うらー、攻撃下げてやったぜ。え、パワートリック、相手のチャーレムは攻撃と防御を入れ替えた。どうなのそれ、チャーレムの防御って高いのしゃあ、イエスさん3匹目がいるのか。じゃあプラン頼む。イエスさんならノーマルエスパーだから、まあうちも手持ちに加えてるしね。でもどっちのイエスさん、オスかメスかでちょっとタイプが変わる。メスってことはちょっと特防が高い方だな。ならダメ押していくか。メイソー、
まあ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 特殊だからこっちはダメ押しなんでね。あ、問題はブランの攻撃がかなり低いということだけだね物理技は。あ、やっぱ一撃じゃ無理だよな。もう一発上げている間に、っていうかそもそももしかしてエスパー技しか持ってないのか、イエスさんもしかして悪だからな、こっち。はい、ケイン、やりきった。高よし。いやでもその年でちゃんとエクササイズしてるの大事だよ。若い子の成長率には負けちゃうね。これにてエクササイズ終了でいいのかな。おお、お疲れ様だったな。以上でエクササイズは終了。結果は文句なしの合格だ。おめでとう。さあ受付までダッシュだ。合格の報告をするまでが事務テストだからな。本当先生、ちゃんと言った方がいいっすよすごいな。いやでもやっぱ先生かわいいよな。幼なじみって言ってたから、じゃあここのジムの人は同い年くらいなのかな。25歳くらいだったっけ確か。はい、ミシンさん、エクササイズを完了したようですね。おめでとうございます。ジムテストクリアです。ミシンさんには当ジムリーダーと勝負する資格が与えられます。超マジックマキアージュジムリーダーリップに挑みますか。あれ回復したっけ。まあいっか、いけるいけるそれではバトルコートにご案内いたします。超マジックリップルージュ難しいな。そう、7番目のジム行ってみましょう。どんな感じかな。まだ雨降ってるよそうね、わかった、こっちで進めておくわ。なんかすげえ格好。キャッチコピーは分かりやすくナチュラルに美しさを。電話しながらアイシャドウの新色も発注。よしくよろねしくよろね。チャーレム2匹連れてるよ。マジですごいなこの格好。いつもありがとう。それでは失礼します。モデルさん、おはようございます。ジムリーダーのリップよ。あ、雨上がった。メイクアップアーティストが本業なんだけどね。メイクアップアーティストって、モデルとかとは違うのか。メイクアップを自分でするの、こういうのって。どうなんですかね。木肌ちゃん、褒めれたわ。あなたとっても語彙数だって。なんか語彙はちょっと古くないか。ミシンちゃん、かわいい挑戦者ちゃん。すっごい読みづらいわ。ミシンちゃんって言われた後に、このちゃんは。リッププロデュースのエクササイズってさらに美しくなれて嬉しいでしょ。ポケモンの体もちゃんと綺麗にしてるし、ナイス美意識ね。人間もポケモンも身だしなみは大事だもん。誰でも変われるマジック、それがお化粧。結構目は細めなのかなそれがお化粧、それがメイク。リップのメイクでポケモンちゃんもっと美しくしてあげる。結構高飛車なのかな。すごいね、それ何なんですかその羽。ジムリーダーのリップが勝負を仕掛けてきた。おお、なんかボーリングスタイルなんだね、下投げの。あー、力キリンだ。まだ持ってない。あなたとってもいい素材、どんな魔法をかけようかしら。力キリンだ、初めて見た。とりあえず確かエスパーノーマルのまんまだよね。不意打ちを使えない。何テイルアーマーって。ああよかった、このターンは何もなし。ドラゴンダイブやってみるか。ほら半分か。すげえリフレクター。プールには厳しいぞ。レベル44と45か、割と本当に拮抗してんな。 G の力でやっぱ効かねー。でも防御下げた、痛いっす。リンゴが割れたらどうすんの。
乗ら。よし。でもリフレクター貼られてんのか。どうすっかな。サーナイトか。サーナイトね。行くか、カル。トースト技しかないな。こんな時に虫の本連れてきてたらな。もう少し虫タイプの技とかで攻めれたんだけど、本単純に毒入ってるから厳しいんだよな、エスパー。よーし、シャドウクロー、お箱の技だね。急所が強えぜ。後ろのチャーレムは手持ちじゃないんだね。クエスパトラってあれか、あのなんかダチョウみたいなやつだ。あいつもエスパー単体だったっけな。プラン頼む。クエスパトラ立ち姿がなんかいいですね。今まだリフレクター出てるから多分悪の鳩の方が通るよな。シャドーボール、あれだな。前回のフリッジジムのナニムさんだったっけな、タイム先生じゃなくてライムだ。ライムからもらったのか、それとももともと覚えるのか。おお、素早さそっちの方が早いよね、やっぱ。てかエスパータイプってでかいね、全体的にサイズ感。なんか、まあ、サーナイトも割と頭身高いし、リキキリンとかクエスパトラとか全体的にでかい。さあ最後なんだ、最後というか次多分フラージェス。フラージェス、マジかよ。どうしようかな。普通にさ悪タイプとかさドラゴンタイプ出したらフラージェスのそのフェアリータイプの技でやられるってやつか。なら姉さんだ、姉さん見せてやれ。俺らの姉さんの方が美しいんだよ。あなたって砥石部なのね、ちゃんとクレンジングしなくちゃ。砥石部、しぶといのねってことね、はいはい。よし、うおー、同じレベルだ。初めてだね、ここまで拮抗してるレベル。じゃあテラスタルするか、久々に。フラージスちゃん、ウェル直しよ、新しい自分に生まれ変わって。まさかのエースパーテラスタルか。ねえ、パッチリだな、こうやって見るとエスパーって。うちも行くぜ、久々テラスタル。草だ、まあ草技とノーマル技しかないからな。ヒエー、おお、結構入る。マジ格闘なくてよかった。なんだろう。どうだろうな。攻撃下げても多分攻撃技ねえよな。パワービップ当たれば、当てるか。頑張れ。ムーンフォースもう一発。うわあ。いけー。パワービップ。オッケー。よく当てた。おっ、またなんか覚える、なんだ。おー、リーフストーム特攻そんな高くないよな、60しかねえよ。なんならいらんかな。さあ勝ったぜ。あなたの強さは解けないマジック、まあ、メイクもマジックと言われればマジックか。まあまあまあ、いろいろあるからね。勝負に負けて美しさでも引き分けなんて。そこは引き分けなんだな。あなたいい、すっごく、うん、最高。
いずれビッグになる前にリップが囲っちゃおうかな。でも今はリップ自分磨きをやり直さなくっちゃ。ミシンちゃんおめでとう。ご褒美のジムバッジ、とっておきのポーズで開けちゃうわ。とっておきのポーズおお、そういうヨガだね。本当にヨガ好きなんだな。よし、もしかしてヨガ好きからエスパータイプになったのかジムバッジを7個持ってたらレベル55までのポケモンが捕まえやすくなるし、言うことも聞くの。体幹を鍛えればこの技もバッチグーで使いこなせるから。おお、サイコキネシス嬉しいね。リップとのツーショット SNS に上げちゃダメダメよ。そうなんだ今まで撮ってきた写真って基本 SNS 禁止なんだ。汗とかいろんなものでお化粧ちょっと落ちちゃった。なるはやでメイク直さなくっちゃ。ケツカッチンね。じゃあお疲れ様です。うーん、業界人なんだろうけどちょっとなんかどうなんだろうねまあ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 、別にそんな何も特に言うことはないですけど。あら、チリさん、毎度チリちゃんやで。その子誰？なんよ、ジム巡り調子ええみたいやん。チリちゃん、チリちゃん。あ、ああ、君ら初対面か。このお兄ちゃんはミシン、トップも見つめてるくらいツポケモン強いんやで。あらあらあら、ポピーのポケモンもとても強いと思いますけど、どっちが強いんやろうな。ポピー四天王だからポピーの方がすごいのです。あははかわいい。この子ちっこいけど四天王なんやで。そうなんですの。ポピーのポケモンお兄ちゃんに早く見せたいです。マジで何歳なんだろうポケモンリーグという最高峰の場所で今か今かと待っておりますので。何タイプなんやろ。あ、ちょ、待ち、ポピーのためにも頑張ったってな。こら、ポピー、チリちゃん置いてくな。マジで、5、6歳くらいの、まあ、もうちょいか。身長低いだけの可能性もあるし。でも、10歳いってなさそうだよな。今、右上にまた授業が増えました。出てましたね。ってことは、まあ、6回目の授業が受けられるのかな。もしくはそこからもう期末まで行けれるのかわかんないけど、また授業もあるけど、まあ授業はまたしばらく明けてからやろうかなと思います。あー、いい天気だ。まあね、これにてジムバッジ7個ですね。いやー、もう7個か。いい感じ。じゃあこの調子で、まあどうすかね、残すジムはあと1個だけど、次ジムに行くか、また今度違うのに行くかはちょっとまた考えてからやろうかなと思います。まあね、今回でだいぶ進んだし、レベルも本当上がってきたね。にゃんたろも本当はあと1レベルでレベル50だよ。強くなってきたな本当てなわけで、まあ今回はこんな感じでまた終わろうかなと思います。まあね、本当にもう少しでポケモンリーグが見えてきたね。この調子で最後まで頑張っていきたいと思います。てなわけで今回はここまで。また次回もよろしくお願いします。てなわけでバイバイ。